計算理論の第5回目を始めていきます。よろしいでしょうか。今日はですね、計算可能性という話をするんですけども、前回までどういうことをやってたかってことも思い出す必要があります。まずスケジュールなんですけども、一応今までは順調に進んでまして、今日がこの第5回目ですね。計算可能性になってます。で、前半はあと、今日を含めて4回になります。そうですね。4回になります。ちょっと11月26日前半のまとめってあるんですけども、これを、このリアルタイムの形でやるのかどうかってことはちょっと今考えてまして、もしかしたらやらないかもしれないです。やるかやらないかはこの第7回の時にちゃんとお知らせします。はい。それで、前回、何をやってたかっていうと、コード化という話をしてました。で、ペアのコード化とかリストのコード化っていうことから話をしまして、最終的に GoTo プログラムをコード化できる。つまり、自然数に移せると。単車で移せるということをしました。で、GoTo プログラムをホワイルプログラムで模倣できますから、それを使えばホワイルプログラムも自然数にコード化できるということになります。で、今日の話は、この事実と考え方を使うということになっています。で、今日は何するか。大きく分けて2つあります。で、準備してたら、これ、90分持たないかもしれない。持たない、まあ、持たせる必要ないんですけども、もしかしたら、すごく早く終わってしまうかもしれないんですが、こういうこと言ってると終わらないんですよ、大体ね。はい。なので、ちゃんと90分かかるかもしれませんけども、わかんないところがあったらどんどん質問してもらうと全然大丈夫だと思いますのでよろしくお願いします。はい。で、それで、今日はどういうことをやるかというと、まずですね、これ、前々から予告はしてるんですけども、ホワイル計算不可能な部分関数が存在するんですけども、それがどういうものなのか、どういうものかっていうか、その存在することの証明がどういうものなのかってことを紹介します。で、もう一個は、この万能プログラムと呼ばれるものがあるんですけども、これをどのように作るのかということを紹介します。で、この二つはですね、どちらもこの計算理論、計算可能性理論においては重要な話であって、事実としても重要ですね。で、大体ですね、この二つは事実しかいろんなところで述べられない。特にこの下の万能プログラムの設計。事実としか述べられないんですけども、この講義ではどんな感じで設計するのかって話もやってきます。はい。で、この話は次回につながっていきます。はい。で、まずですね、ハイライト1ですね。計算不可能な部分関数が存在するということですね。今から次のテレビを見せます。計算不可能な部分関数が存在する。これ計算不可能って書いてあったんですけども、これは丁寧に言えばホワイル計算不可能ということですね。ちょっとホワイトを書くのを忘れてしまったと思ってもらっても、かがちょっと字が。不可能だと思ってもらっていいですし、ホワイルプログラムと GoTo プログラムは互いに互い模倣できるので、これは GoTo 計算不可能だと思ってもらっても構わないです。はい。で、どうやって証明するのか。もう証明しますね。すぐ証明します。で、どうするかっていうと、ですね。まず初めに書いてあるのは、これは記法ですね。ホワイルプログラム P があったら、そのコードを ENCP と書きます。はい。で、先ほど言った通り、ホワイルプログラムをまず GoTo プログラムに書き換えて、それをコード化することによって、異なるホワイルプログラムは異なる自然数に移されます。ですね。コード化単車なので、P と P プライムっていうその2つのホワイルプログラムが異なるんだったら、そのコードも異なるとなります。で、そうすると、イメージしてもらいたいのはどういう感じかっていうと、そのホワイルプログラム、ちょっと上が噛んでしまった。ホワイルプログラム。の集合、全部集めてきた集合。っていうのがあって、こっち側に、
1、2という感じで、その自然数全体の集合というのがこう、あるわけですね。で、なんか一つ、プログラムを持ってきたら、この、あ、2に1とか、まあいいや。この、符号化を行う、コード化を行う単車によって、p っていうのが、think p っていう自然数に移るというわけですね。で、別の p プライムっていうプログラムがあったら、これも、この enq っていう単車で、どっか、あ、書けないな、enq p プライムっていう自然数に移るわけです。で、このようにその移されたものは全部異なるというわけですね。そうすると、この数直線というか、この自然数の順序において、その例えばこの enqp の方が0に近かったら enqp プライムよりも、0に近かったら enqp の方が小さいっていうふうに、これ順序がつけられるわけです。ですか？わかりますかね？順序がつけられますね。線形順序、全順序がつけられますね。だからこのホワイルプログラムを、このコードの代償順に並べられるってことがあります。いいですか？で、その小さい方から並べて、順番に P0、P1、点々点というふうに、まあ名前を付けたとしましょう。だから一番この順序において一番小さなホワイルプログラムが P0、その次に小さいホワイルプログラムが P1、その次は P2 というふうに、まあ名前が付けられる。名前というか、まあそういうふうに並べられると思ってください。ここまでいいですか？そうか、よくなかったらですね、コメントスクリーンで、なんだっけ、泣いてるジェスチャーがあるので、それやってください。よかったら、なんか、サムアップとか、スマイルないのかな？スマイルないかもしれないけども、スマイルとか、そんな感じ。いいですか？はい。で、じゃあそうしたら、今この、じゃあ順序がついてるんで、この順序に従ってちょっと表を書いてみます。ちょっとここからまずイメージをお伝えします。先に、証明の。で、今言ったこのファイルプログラムを並べたものを縦に P0、P1、P2 を書くことにします。で、横に書いてるのは、これは自然数ですね。自然数の集合を書いてて、この縦の方はホワイルプログラムを、ホワイルってちょっと縦に書くのが嫌なんですけど、ホワイル。ちょっとこんな隅に書くと見えないかな。消せない。まあ、いいや、ホワイルプログラムを並べたものです。まあ、並べることを列挙と言ったり、並べたもののことを列挙ということもありますけども、まあ、列挙って書こうかと。列挙とか、枚挙とか、列挙とか、枚挙とかって言いますけど、まあ、ちょっとこのことは別にいいです。今は。で、これ、表を書くんですけど、何書くかというと、例えば、今、この N のところは5で、P3、ここにはなんかこの、なんか書くんですけども、ここは、その、P3 に、5を入力したときに停止するかしないかっていうのを、まあ、これ表だと思って、これ書いてきます。ですよね。今、そうか、ちゃんと言ってなかったですけども、もう一回ちょっと戻りますね。今、ここで言っていた、その計算不可能な部分関数っていうのは、一変数関数だと思ってください。だから、N1 個、自然数を受け取って、1個自然数を返すような関数を考えていると思ってください。まあ、一般的に計算の場合はたくさん、2個とか3個入力の自然数を受け付けることもありますけども、ここでは1個だけの場合を考えている。まあ、だから、1個入力として自然数を受け取って、1個返すという部分関数でさえ、ホワイル計算不可能なものがあるということを証明しようとすると思ってください。はい。で、ここですね。まあ、これ今表を作ろうとしてて、この P3 に5という一つの自然数を入力したときに停止するかどうかってことを考えると。で、それを書きます。で、停止するんだったら、ちょっとここでやるしかない。停止するんだったら、ここには、下矢印を書いて、停止しないんだったら、ここには上矢印を書くというふうにしましょう。ですね。下矢印、上矢印は、部分関数が定義されてる、されてないというときに使いましたけども、ここではその停止するしないっていうことを表すためにその記号を使うとしましょう。で、例えばですね、まあ、どんな感じかわかんないけども、まあ、こんな感じで書かれてるとしましょう。今、例えばですね、言っていた場所ですね。
ここですね。P3 とこのところ。ここはだから今、これ下向きになってますから、これは P3 に5を入力したら、停止する。ってことをなんかまあ表していると思ってください。で、今このホワイルプログラムがこう並べられてますから、そのどのホワイルプログラムを見ても、そのホワイルプログラムに対して自然数を入力したら停止するかしないかってことはこれ決まってるわけです。いいですか？で、それは、まあ、原理上というか、理論上、こういうふうにこう表に書けるわけですね。で、それ書いてみたと。これ無限に続いてるわけです。無限にっていうのは、今、この表では、0から6までしか書いてないけども、7、8、9とずっとこう続いてると。ですね。縦の方も P0、P1 と書いてますけども、もう P の方もずっと続いてると。これ無限に続いてるわけです。よろしいでしょうか。で、まあ、こういう表を作ってみます。仮想的に作ってみるとしましょう。ですかね。で、そうしたら今何を考えるかというと、この表を見て、この対角線の部分と呼ばれてますね。この部分。これも無限についてるんですけども、この対角線の部分を見てみます。で、今からやることがトリックなんですけど、この対角線の部分、この上向き、下向きと今矢印が入ってるんですけども、それと違う向きの矢印をつけた、まあ、こういうものを考えてみましょうと。これも考えてみましょう。だからなんだろうな。下向き、下向き、下向き、上向き、下向き、下向き、下向き、上向き、下向き、上向き、点点点と。このなんか続いているものを考えてみましょうと。で、そうしたら、今、この青でですね、書かれている部分。これは、ある部分関数の振る舞いを表しているというふうにも見えるわけです。つまりその部分関数、これがこれちょっと今書きました。ある部分関数。これ後でこう名前つけるんですけど。じゃあまあつけるんだから書いてみますね。ダイアグって後で出てきますけども。ダイアグの振る舞いを表している。と思うわけです。振る舞いって何かっていうと、例えばこの、今、ダイアグっていう、この部分関数があるんですけど、ダイアグに0を入れると、それは定義されていると。ここですね、定義されていると思うわけですね。0に対しては定義されている。と思って、1に対しては定義されているというふうに思う。ダイアグ1もこれ定義されている。で、ダイアグ2はどうかっていうと、これも定義されている。こういうふうに言ってると終わんないかな。で、ダイアグ3を見たら、これは上向きだから、これ定義されてないと。ダイアグ4は、どうかっていうと、この4のところを見ると、これですね。これ下向きだから、これ定義されてると。っていう感じで、その、各自然数、一変数、自然数を入力したときに、その時に、その部分関数が定義されているのか、されてないのかっていうのを、この、青の部分のように作ってみようとします。停止されているっていうのと停止するっていうのは違うのかっていうと、定義されているっていうのは部分関数に対して使う言葉、用語です。で、停止するっていうのはプログラムに対して使う用語なので、まあそういう意味では違います。で、実際に、これ初回に定義したんですけども、ちょっともう一回言っとくと、その F が、F っていう部分関数が、あ、すいません、F という部分関数を、まあちょっとちゃんと書かないといけないか。F と P がわかんないか。ちょっと右、左下に書くと、部分、関数 F を、プログラム P が、計算するというのを定義したときに、fx が定義されていたら、px は停止して fx を出力する。で、fx が定義されてなかったら、px は停止しない。というふうに、その、計算するってことを定義したんですね。停止しない。だから、その、部分関数が定義されていないってことと、
プログラムが停止しないってことは対応するんですけども、概念としては違うものです。もう一度言うと、定義されているっていう用語は部分関数に対して使うもので、停止するとか停止しないっていう用語は、プログラムとか機械に対して使う用語です。よろしいでしょうか。だからそういう意味では、この右の方にこの矢印を使って、ああ、しまった。色ついちゃった。矢印を使って、その停止する停止しないっていうことを書いてしまったのはあんまりよろしくなかったですね、本当は。その、ちゃんと区別すべきですから、この狭い一つのマスに停止する停止しないっていう日本語を書いた方が良かったんですけども、ちょっと省略するために矢印で書いてしまってます。じゃあ左下の部分消さなくても進みますか、ね、いいですね。でですね、この、言ってたのはこの青い部分ですね。この青い部分の、この振る舞いをするような、部分関数を考えると、考えます。で、今、仮定は何かというとですね、何をやろうとしてるかというと、これ実は配理法です。配理法で証明をしようとします。何かというと、すべての部分関数が計算可能であると仮定します。すべての部分関数が計算可能であると仮定します。そうすると、このダイアグっていう関数、これ計算可能なわけです。つまり、このダイアグっていう部分関数、を計算するプログラムが存在して、そのプログラムは、この左の表の P0 から P1 点点点点の点のどこかにですね、このダイアグという部分関数を計算するプログラムがあるわけです。まあ、どこにあるかわかりません。けど、どこかになります。そうすると、まあ、それが例えばですね、ここら辺にあったとしましょうと。ここら辺にあったとしましょうと。そうすると、矛盾が生じるんですね。矛盾が生じて最終的に仮定が間違っていたことになります。仮定は何だったかというと、すべての部分関数が計算可能であったということが仮定です。で、それが間違っていたことになるので、つまり、計算できない部分関数が存在するという結論が得られます。ということになります。いいでしょうか。で、なんで矛盾が導かれるのかということを話します。今ですね、ここの、この青いところは、これはその、さっき言った言葉で言うと、このダイアグという部分関数を計算するプログラム。なわけですね。ってことなので、今ここのその横のですね、並びを見ると、これはそのダイアグを計算するプログラムの振る舞いが、記述されるように矢印が並んでいることになります。つまり、ダイアグが定義されているときには、計算が停止するし、ダイアグが定義されていないときには、停止しないという形の矢印の向きが入っているわけですね。はい。で、このときに、今ですね、ちょうどここに、その、黄色と青が交わっている部分があって、ここで矛盾が起きるところがわかります。なぜか。今ですね、この作り方からして、何が言えるかというと、黄色と青を使い分けたいんですけども、ここで色がですね、じゃあ今、黄色の方として、ここの、表のマスにですね、下向きの矢印が入っていたとすると、青が書けるかな？青どうって書けばいいかな？あった。青の方では、これ逆向きになってますから、これ上向きじゃないといけないわけです。ってことわかりますかね？もともとこの黄色の並びを見たときに、下向きになっていたら、そこから青を作ったときに、この同じマスの向きは上向きになってないといけないということがわかります。そうすると、同じマスが下向きでもあり、かつ上向きでもあるということになるので、これはありえません。ありえないんだけども、一方で、一方で、この黄色いマスのところが、上向きだったらしましょう。この形容の方で見たときに、上向きだったとしましょう。で、そうすると、この青の方では、これまた逆向きにしてますから、このときには青の方を見ると、これは下向きになっているわけです。そうすると、この交わっているところは、また上向きであり、かつ下向きであるということになるので、それありえませんから、やっぱりおかしいということになるわけです。このマス目に入っている矢印の向きっていうのは、上向きであるか下向きであるか、どちらかしかありませんから、そのどちらであっても矛盾するので、結局矛盾すると。ということになります。つまり、仮定が間違っていた。すべての部分関数が計算可能であるということはない。つまり、計算不可能な部分関数が存在するということになります。
よろしいでしょうか。これで証明はおしまいなんですけども、あと次のページはこれを言葉で書いてます。だからこの考え方が分かれば、だいたいよろしいということなんですけども、分かんなかったらじゃあ涙流してください。よかったら、OK なサムアップ。サムアップってあれです。いいねってやつですね。あ、分かんない。どこら辺が分かんないか、コメントできますか？どうでしょう。ちょっとコメント打ちにくいかもしれないので、じゃあ、ですね、次のページに、もう少し、言葉を書いてるんですけども、言葉を見た方が分かりやすい可能性があるので、ちょっとじゃあその言葉の方を見てみましょう。やってることは、今のこの図で説明したことと同じなんですけど、あ、入りません。あ、自然数は無限に続くので、交わらなそう。ですね。無限に続くんですけども、これどこかにあるので、どこかにあるって、これですね。このダイアグを計算するプログラムってどこかにあるので、どこかにあるってことは、この P なんとかって書けてるわけです。なんとか。で、このなんとかに入ってるのは、これは自然数です。P100 とか、P6 兆とか、そんな感じで。だから、この無限に続いてるんだけども、このどこかにあるってことは必ずその、なんだろうな、どこかにあるわけです。ね、自然数はどこかにあります。だからこれは、これだ、だからまあ100とか、100かどうかわかんないけども、なんか1兆とか、わかんないけども、だからそんな感じで必ずその決まった自然数はどこかにあるわけです。どこかにあるので、その、なんだろうな、無限に続いてるんだけども、そのどこかその、ピンポイント、ピンポイントのそのある自然数のところで登場するっていうことがポイントです。だからその無限だからその無限の彼方までずっと行かないとこのダイアグを計算するプログラムが見つからないわけではなくって、どこかすごく大きいかもしれないけども、ある決まったというかいいですね。ある自然数のところで必ず見つかるっていうところが重要です。それがすごく大きな自然数かもしれませんけども、で必ずその一つの自然数のところで、この数字が、P100 とか P1 兆とか、一つの自然数のところで、この青いのが出てくるっていうのがポイントです。でそうすると、この縦の方も、例えばこの P なんとかって今書いたところが、P なんとかって書いたところ、ここが例えば P100 とかだったら、この今この P0 から順番にこう100番目のところを見てるわけですけども、この上の方も、この100番目のところを見るわけです。でそうすると、必ずその交わっているところが出てきます。どちらもその、ある自然数が存在してそうなっているっていうところが重要です。無限に続いていると、この数字が取れないかなっていうふうに思っちゃうかもしれませんけども、そういうのが取れるっていうことが重要です。単射性はどこで使ったのかっていう質問ですけども、これはちょっと戻りますね。ここですね。この一列に並べるところで使ってます。一列に並べるところで使ってます。でこれ単射じゃないと、例えば、この一つの自然数のところに、この、たくさんこのプログラムが集まってきてるかもしれないんですね。はい。でそうすると、このように、こう、まあ、一列に並べるってことができないわけです。一列に並べるっていうのは、このすべての、ファイルプログラムに、その違う名前をつけるというかね、その違う素字をつけるってことが、できなくなるわけです。ただ、この、じゃあ、一つの自然数に移されてしまった、その、たくさんの、ファイルプログラムに対して、なんかその、うまく、その、なんだろうな、タイブレイクみたいなことをして、違う自然数に移せればいいんじゃないかというふうに思うんだけども、それは、その時に、もうすでに、単射を作っていくことになります。ので、結局、それは、単射の、存在性を使っていることになります。で、単射によって、このうまくすべてのプログラムを違う数字で並べるということをしているということをしています。
どうでしょうか。ですか。他にいいですか。はい。ではですね、ちょっとじゃあ今の証明を、言葉で書いたもの。言葉で書いたつもりになっていますね。先ほどの、青い、言えてない。先ほどの青い関数のことを、まあ、ダイヤルと書いて、それを次のように定義しましょう。先ほどその中、上向き、下向きで書いてたんですけども、部分関数としては、下向きの時には何か値が出てこないといけないので、その値を便宜的に0にします。これ別に0じゃなくても構わないです。何か値が決まっていればいいです。で、pii が停止しないときには、なんか値を返せゼロと。だからこれは、これは別と、さっきのその、表の書き方をすると、pii が、この、なんか上向きになっているということですね。本来はこう書かないんですけども、この上向き下向きっていうのは、先ほども言った通り、その、定義されてるされてないっていう、用語に対して使う記号なので、この停止するしないに対しては上向き下向きは本来使わないんだけども、先ほどのイメージを大事にするために、こう書きましょうと。書きました。で、PII が停止するとき、つまりは PII がその使ってはいけない記号で下向きだとしたときには、ダイヤ具合は定義されない。上向きであるというふうにします。PII っていうのは、ちょっと1個戻りますね。ここですね。例えば、今、ここの今、丸つけたところ、これ今 P5 個ですね。P5 っていうプログラムに5という入力をしたときにどうするかという振る舞い。ここ今 P22 ですね。P2 というプログラムに2を入力したときの振る舞い。から、このダイアグっていう関数、部分関数を作っていくというわけです。で、このように今、ダイアグっていう部分関数を作りました。で、仮定しますね。ダイアグがホワイル計算可能であると仮定します。で、そうすると、さっき言った通り、そのある J に対して PJ がダイアグを計算する。さっきこの P100 とか P1 兆とか言ってたその100とか1兆っていう素位字がこのある J です。いいですか？ですか？で、交わっているところを見てみます。交わっているところって何かっていうと、この PJ に J を入力したらどうなるかってことを考えてみる。そうすると場合分けがあります。PJに J を入力したら、この PJ が停止するか、停止しないか、どちらかです。で、停止する場合にはどうなるかっていうと、これは、ダイアグの定義から、定義からなんで、ちょっと、定義からなんで、ちょっとこれ書かなくちゃいけなくて、これですね。このダイアグの定義から、PJJ が停止するってことは、この、これですね。この PII が停止するときのこの I が J の場合を考えているわけです。つまり、ダイアグ J は定義されないとなります。だから、ダイアグ J 上向き矢印となります。ですか？そうすると、今、ここで違う色が。で、この PJ というプログラムはダイアグを計算すると言ってますから、ダイアグが、そうか、これでさっき、書いておいてよかったですね。ダイアグという部分関数を PJ が計算するので、ダイアグが定義されていないときには PJJ は停止しないということになります。これはその計算することの定義ですね。いいですか？だから何を言えたかというと、PJJ が停止すると仮定したら PJJ 停止しないと言ってますから、この場合はあり得ないわけです。矛盾します。これ矛盾記号ですね。矛盾記号。停止、矛盾します。で、一方で、PJJ が停止しない場合には、また同じように、このダイアグの定義から、PJJ が停止しないと言ってるんで、この PII が停止しないときの、この I が J の場合を考えてるわけです。ですね。だから、ダイアグ J、ダイアグ J は0になります。ですか？つまり、ダイアグ J が定義されてますから、で、PJ はダイアグを計算すると言ってるんで、ちゃんと PJJ は停止することになります。つまり、PJJ が停止しないと、仮定したら PJJ が停止すると言ってるんで、これも矛盾になります。どちらの場合も矛盾ですから、結局矛盾。仮定が間違ってたわけですね。仮定何だったかというと、ここにあるダイアグはホワイル計算可能であると仮定したということですね。だからダイアグはホワイル計算不可能です。つまり、ホワイル計算不可能な部分関数が存在してしまうということになります。よろしいでしょうか？
この証明はダイアグを使わなくてもできるのでしょうかと流れています。それはですね、この証明はと言われると、ですね、いろんな答えがありまして、質問の意図をちゃんと理解するのは難しいかもしれませんけど、例えば、この0っていうのを、0じゃなくても、適当な自然数にしてもいいです。だから、これ例えば i とかですね。これを0じゃなくて i としてもいいですし、まあ、i の2乗としてもいいですし、i の2乗プラス4とかにしてもいいですし、まあ、その、何かその、ダイアグ i というのが pii が停止しないときに値を何か返してくれれば、全然問題なく同じように証明はできます。っていうのが一つの答えで、ただそれはそのダイアグという部分関数と、まあ、本質的に同じような部分関数を使っているので、これはダイアグを使わなくても証明できるというふうな意図と合っているのかどうかがちょっと私は自信がないんですけども、もう少し違うことを考えてますか？任意のホワイル計算不可能な部分関数はダイアグということを否定できますかと言われると、これはですね、難しいですね。難しいというのは、難しいというか、じゃあ、端的に言うと私はわからないですね、これは。その勉強不足でわからないです。なんて言えばいいんでしょうね。つまりこのダイアグっていうのは、ダイアグではこれ書いてるんですけども、その前の表に戻ると、これはこの並べ方に、まあ、よるんですよね。並べ方によってこのダイアグっていうのが、どういう、関数、部分関数なのかってことは変わってきます。で、並べ方が変わるっていうのはどういう意味かっていうと、これは、コード化として違うものを考えるということになります。で、コード化の仕方っていうのは、まあ、無限にあるっていう言い方はいけないんですけども、コード化の方法は様々なので、その様々なものに対して、この別々のこのダイアグっていうのが作れるということになります。で、逆に、その、ホワイル計算不可能な部分関数が、この、に対して、があったときに、そのあるこの並べ方が存在して、必ずこのダイアグとして出てくるのかって言われると、正しい気もするんですけど、ちょっと今、つぶさに、ここで正しいとか間違ってるっていうふうに言うのは、危険なので、ちょっとそれは、ここでは言わないことにします。すいません。ちょっと考えたらわかるのかもしれませんけども、ちょっと今考える時間はなさそうなので、はい。じゃあもし興味があったら自分で考えてみてください。もしかしたら知られてるかもしれませんけども、そうであるということも、そうでないということも知られてるかもしれませんけども、ちょっと今、私の手元では、さっと答えは出てこないです。他に何かございますか？今ですね、この斜めの部分を見て、それとその逆向きの矢印を使うことで、部分関数を構成して、矛盾を導くっていう証明法をしたんですけども、まあ、こういう証明法のことを対角線論法というふうに言います。カントールの対角線論法というふうに言ったりします。で、まあ、これ、いつ使えるかというと、難しさの言い方をしますけども、これ、ここに書いてあるのは、イメージです。イメージ。イメージ。集合が2つあって、集合が2つあって、A が B よりも圧倒的に大きいことを証明するときの技法です。それがカントールの対角線論法と言われるものです。だから基本的にはその2つの集合を比べてると思ってください。で、この証明の場合は何を比べてるかっていうと、A っていうのが部分関数全体の集合です。部分関数全体の集合。で、B っていうのがホワイルプログラム全体の集合です。で、ここで言ってるのは、A ですね。部分関数全体の集合の方が、ホワイルプログラム全体の集合よりも圧倒的に大きいということです。圧倒的に大きいっていうこと、もうこの言葉自体でもうこれイメージなんですけども、まあ、これは定義しようと思えば定義できますけども、それをやるとまたその別の授業になっちゃうので、そもそもなんか集合が大きいとか、ね、大きいとか小さいとかっていうことを議論する枠組みがあるわけですけども、まあ、それを話をするのはちょっと、時間ないので、やりませんが、まあ、興味がある場合はですね、調べてみてください。カントールの対角線のを調べてみてください。で、一つ、演習問題がありまして、この B の方が自然数全体の集合で、A の方が
視点数全体の集合のべき集合ですね。n のべき集合。べき集合って何だったか忘れてるかもしれませんけども、n の部分集合全体の集合です。の時に、この対角線、対角線論法を使って、2の n 乗の方が圧倒的に大きいってことを、n に比べて圧倒的に大きいってことを証明するっていうのが一つ演習問題になってますので、ぜひ試してみてください。はい。では、キリがいいはずなので、あ、そうか、キリがいいけども、そうですか。ちょっとじゃあ、この復習の話ちょっとしてから休憩しますね。これ第3回の講義の最後に言っていたまとめです。第3回は実は 3回目の時に終わらなかったので、これ第4回目の始め頃に、あ、実は知らせない。これは言いましたね。第3回の講義の最後に。何かっていうと、ホワイル計算可能なものと GoTo 計算可能なものは同じであって、ループ計算可能なものはその中に含まれているっていうふうに言ったんですけども、この時にこういう図を見せて、この始めの疑問ですね。ホワイル計算可能でない分関数はあるかっていう話で、答えはイエスだというのを今解決しましたということになります。はい。で、演習問題には、ホワイル計算可能でない全域関数はあるかっていう、これを聞いてます。で、ないということが対角線論法を使って証明できますので、ぜひ試してみてください。ここまでよろしいでしょうか。ですか。では、休憩しましょう。まあ、ちょっとこの目次見ててもしょうがないんで、目次の前の図を出したまま、あ、出さないんですね。あれですから、タイマー出しますから、タイマーが出てこない。タイマーを出したいんですけど、タイマーを出すには、タイマーこれですね。はい、じゃあ、2分間休憩しましょう。じゃあ、2分休憩して、また再開します。はい。それでは、再開したいと思いますけども、ちょっと、今というか先ほどコメントでいただいたことは、私は回答がわかんなかったので、何をしようとするかというと、前ページじゃないな。設定だったかな。で、今、新しいページを挿入したいんですけど、新しいページを挿入する方法を忘れてしまったのがいけないですね。これだったかな。これじゃなかったです。これは消すだけ。違うな。新しいページを作る方法があったはずなんですけど、新しいページを作る方法が
あ、しまったしまった。新しいページを作る方法があるんですよね。どこだったかな。これは分度器。これはお気に入り番で。これはあ、いい感じ。新しいアンケート作っちゃう。これは違う違う。すいません、ね。こんなことやってると本当に終わんないですね。今の質問を残しておきたいんですよね。あ、これだ。ページ操作。挿入。次の直後。OK して、はい。よし。今いただいた質問をちょっと残しておくと、あれ、消えてしまっているものが、いろんなものが消えてしまった。いろんなものが消えてしまった。これでいいのか。いろんなものが消えてしまった。すいません、今混乱してます。混乱して、あれ？あ、ここですね。今言われたのは、任意の、ホワイル、字が汚すぎるの。ホワイル計算。不可能な部分関数。は、ダイアグである。と言えるか言えないか。ちょっと私はわかんないので、YouTube の集合値を利用して、もし、ご存知の方がいらっしゃったら、コメントなので書いてください、ということに。はい。ってことを今残しておきたかったので、残しました。はい。ありがとうございます。で、次の話は万能関数っていうのがあって、まあそれが何なのかってことを紹介していきます。まあこれ次回ちょっと使うんですけども、まずこれ自体重要な概念です。で、どういうことかというと、もう先に言ってしまうとこういうことですね。このような部分関数を考えます。で、これがちょっとややこしいんですけども、まずこれを理解することが重要です。で、何かというと、これは2つの点数、2つの自然数を、取ってきて、そこで何か返すんですけども、まあ、定義されない場合があります。で、定義される場合には何か返します。で、これは何なのかってことを、まず、説明する必要があるんですけども、この時に、この定義される場合には、下の条件を満たします。下の条件を満たすときに定義されて何か値を返すということになります。で、どういう条件かっていうと、ここに書いてありますね。X1 というのは、K 入力 GoTo プログラムのコードです。で、その GoTo プログラムのことを P としましょう。ですね。で、X2 の方は、長さ K のリストのコードです。で、そのリストのことを A としましょう。K イコール H.AK としましょうと。で、さらに P に A を入力したときに P が停止する。っていうことにします。これが条件です。で、その、その P に A を入力したときに P が停止するという条件のもとで、この P に A を入力したときに出力される値っていうのを、このユニブという分関数は返します。ですか。で、そうではないときは定義されない。ということです。いいでしょうか。では、まずこの X1 っていう初めの引数は GoTo プログラムのコードである必要があります。で、二つ目はリストのコードですね。わかりますか？次のページで一応図があるので、その図でもう一回説明しますね。で、このような関数のことを、部分関数のことを万能関数と言います。ユニバーサルファンクション。部分関数なのに万能関数と呼んでしまっていいのかっていう、ちょっと、よくない用語法だとは思うんですけども、ですね、分野としてはこのように呼んでます。万能関数と呼んでます。だから万能関数と呼んでるのに、これは部分関数であるというのはちょっと注意ですね。でですね、初回か2回目の時に、なんか万能計算モデルとかいう言葉を使ったんですけども、その時の万能っていうのが、この万能関数の万能です。で、まあ、万能計算モデルって何なのかってことは後で言いますけども、
これが万能関数で、で、この万能関数がどういうものなのか、この定義だけではよくわかんないので、図でちょっと説明します。どういうことかっていうと、ですね、この、まあ、右側、これがその万能関数だと思ってください。その x1 と x2 っていうのを入力したらなんかこう、返ってくるっていう、まあ、こういう関数だと思うわけですね。まあ、定義されない場合もありますから、部分関数であるというわけです。で、左側に書いてあるのは何かっていうと、それとは別になんかプログラムがあります。PHP に P3 というプログラムがあります。で、まあ、A という同じ入力をしたら、A という入力をしたら P1 に対しては Z1 が返ってきて、P2 に対しては Z2 が返ってきて、P3 に対しては Z3 が返ってくると。Z3 が返ってくるとします。まあ、返ってくるっていうのは出力されるという意味ですね。はい。で、こういうのがあったときに、このユニブっていうのは、その万能関数の何をしてくれるかっていうと、この X1 として P1 のコードですね。コードを入力して、もう一つのところに、その、このプログラムに対する入力を入力します。これでこの A ですね。で、そうしたら、このプログラム P1 に A を入力したときに出力される Z1 が、このユニブでも、出力されるというのが、このユニブのやることです。うん、で、これ P1 じゃなくって P2 を入力したら、P2 を入力したら、この P2 に A を入力した時の出力 Z2 がユニブから入ってきます。いいですか？で、P2 じゃなくって P3 が、のコードが入力されたら、P3 に A を入力した時の出力である Z3 がユニブの出力として出てきます。いいでしょうか？いいでしょうか？で、今入力が A の場合考えてたんですけども、それが A じゃなくて、例えばまあ別のものですね。B だったとしても、その P1 のコードと B を入力したときに出てくるのが Z4 で、その Z4 っていうのは P1 に B を入力したときの出力です。いいですか？例えば、P3 に B を入力したら停止しない。としましょう。停止しない。こんな感じですね。イメージでこんな感じですね。あ、ここ、これだけじゃなかった。で、そういう時には、このユニブに P3 のコードと B を入力してもやっぱり停止しないと。まあ、定義しないというか、定義されない。ですね。定義されないという形の動きをするのが、このユニブという万能関数です。いいですか？で、これは何を言っているかというと、下に書いてあって、部分関数ユニブは GoTo プログラムインタープリタの役割を果たす。ですか？だからそのプログラムと、プログラムの、まあ、1個どうかな。プログラムと、そのプログラムに対する入力を入力して、そのプログラムを解釈して、プログラムに対する入力を処理して、その出力を返す。ってことをユニブはします。機械的に言うと。いいですか？わかりますか？あるいは、プログラム内蔵方式とかって言ってもいいですか？このユニブっていうのその機械だと思ったら、内蔵方式の像は書けないや。こうかな。ああ、書けないな。待ってください。内蔵の像は書けないんですけど。こうか。内蔵方式。だからその、左側の図っていうのは、その、なんだろう。プログラム一個一個に対して、PHP、P3 に対して、なんかその、機械を作るようなイメージなんだけども、そうじゃなくって、右側っていうのはこのユニブっていう一つなんか、コンピューターを作ったら、そのコンピューターに対して、プログラムと、そのプログラムに対する入力を入れてあげると、なんか出力されると。これは我々がよく使っているコンピューターの動きと同じですよね。コンピューターってそのハードウェアが1個あって、その上にソフトウェアを入れて、ソフトウェアに対する入力も入れてあげると、なんか出力が出てくるという感じですよね。で、このソフトウェアはこう自由に変えられると。好きなソフトウェアを動かせるというのが、このハードウェアの素晴らしさなわけですよね。また、そのまあ皆さんの目の前にあるようなその PC とかそういうものは、まあこの、万能関数を実装したようなものだと思ってもらえばいいわけです。
つまり今からやるのは何かっていうと、このユニブという部分関数は計算可能であるということを言います。よろしいでしょうか。よくわかんなかったら、ちょっと、また、涙マークとかお願いします。いいですか？で、今言った通り、やりたいのは、これですね。ホワイルプログラムじゃなくて、そうですね。ホワイルプログラムでこの万能関数というのは、計算可能だってことが言えます。ですね。つまり、ってですね。GoTo プログラムのインタープリターを GoTo プログラムで書けるってことがわかります。まあ、あるいはホワイルプログラムのインタープリターをホワイルプログラムで書けるということが言えます。これ皆さんもですね、まあそのコンピュータサイエンスとかですね、その情報系の、学生であるとすると、まあこういうインタープリターを、インタープリターを言えないな、インタープリターをこう、作るとか書くとかってことをやったことがあるかもしれませんし、ないかもしれないんですけども、まあ何かしらの言語でそういうことをやってみるっていうのはすごくいい練習になるのをやってみるといいんですけども、またここで難しい話が出てきて、その、皆さんがよく使う言語ですよね、プログラミングで。よく使う言語ってね、やっぱり複雑なんですよね。で複雑な言語に対して、これがインタープリターとかコンパイラーとか書くっていうのはやっぱり難しいんですよ。もう機能が複雑だったり、文法が複雑だったり、意味論が複雑だったりして難しいんですよね。だから、この GoTo プログラムとか While プログラムっていうのはそういうところでも、その、なんだろう、このインタープリターとかコンパイラーとかっていうのを作りやすいっていう意味で、まあその教育用というのか、このまあ、あるいはその数学的に考える定理を証明するとかっていう意味ではすごくやりやすいわけです。だから皆さんも多分実験とかでコンパイラーを作ったり、インタープリターを作ったりっていうことはあったと思うんですけども、その時に使っている言語っていうのはすごくその簡素化されたシンプルな、まあ、C 言語のサブセットだったり、Java のサブセットだったりするような場合が多いと思うんですけども、まあそういうような、簡単化した言語で大体やるってことは多いんですけども、だからポイントになるのは何かっていうと、その同じ言語で作れるってことです。皆さん、例えばその C 言語のインタープリターって言い方いいかどうかわかりませんけども、C 言語のインタープリターを C 言語で作れるということになったりします。ご質問ありますか？よろしいですか？今マイクがオンになったので、よろしいですか？でですね、やるのは、その、だから、前に戻ると、このプログラムのコード化っていうのは、その、このプログラムが今 GoTo プログラムである場合っていうのを前回やってるので、まずその GoTo プログラムどのようにプログラム、コード化したかってことをちょっと復習しましょう。それからやります。どんな感じだったかっていうと、GoTo プログラムっていうのはラベルとその後に文が続くって、そういう仕組みになってました。仕組みというか、文法になってました。で、ここではこの GoTo プログラムが N 個の文から構成されているとしましょう。ですね。で、どのように行動化したかっていうことの復習ですけども、まず、S1 から SN ってこの文を行動化します。で、この行動化の仕方は次のページで説明します。で、これだと、K と M を並べてリストを作ります。K と M は何かというと、K っていうのは入力変数の数です。この GoTo プログラムに対する入力変数の数です。で、使用する変数の素因数の最大値っていうのを M とします。ですね、素因数の最大値ですね。素因数の最大値を M とします。で、その K と M と先ほどの文のコードを並べて、自然数のリストを作ります。で、この自然数のリストに対してリストのコード化を行います。で、これがプログラムのコードです。P って書いてくれるな。プログラムのコードですね。あ、また。で、この各文ですね。各文のコードをどのように行ったかというと、次のページに行きます。こうですね。GoTo プログラムの文の種類は5種類あって、足し算するか引き算するか、ラベルに飛ぶって GoTo か、
条件 xi イコール0を目指すときにラベルに飛ぶっていう条件付きジャンプかホールド停止命令ですね。の5つパターンがあって、この5つに対応してコードがあるとですね。で、まあ、5処理あるんで、はじめ1、2、3、4、5っていうのがありまして、その後にその文に関わる、変数やラベルの添え字が出てきます。例えば、はじめの文は xi コロンイコール xi プラス1なので、この i っていうのは何だかっていうことを指定する必要がありますから、その i をこの2つ目のリストの要素として書きますと。感じですね。4つ目の文は、xi の i とラベルの j を覚えておく必要があるので、その i と j を並べて2番目、3番目の要素として書いています。いいでしょうか。だからこれもそのリストのコードですね。リストのコード化を用います。よろしいでしょうか。で、こんな感じで、文がコード化するとわけですね。で、リストのコード化もちょっと、思い出す必要があるので、リストのコード化も思い出しましょうと。こんな感じでした。機能法でやると。長さが0の時には、そのコードは0ですと。で、そうじゃなかったら、長さは1以上なんですけども、その A1 から AN っていうリストがあったら、そのコードというのは、A1 プラス1と、残りのリストのコードの、に対して、この追加数ですね。これ、関東の追加数ですよね。を、適用させたものです。ですということですね。はい。ちょっと関東の追加数を覚えてないかもしれないので、何だったか書いておくと、まあ書かないんですけども、この PyAB っていうのを、ホワイルプログラム上では PyAB と書くことにしてます。で、PyAB から、そうかそうか。この対を表す、対のコード、PyAB から、この A っていう引数を取り出したり、B っていう引数を取り出すこともできるということを前回言いました。で、それは関数で、FST っていうのと、SND っていう関数があって、これをファースト、セカンドと、まあ、読むように思っていて、なんだかっていうと、この PyAB に対して、ファーストやると A が出てくると。初めの引数が出てきます。で、PyAB に対して、セカンドってやると、B が出てきますと。二つ目の引数出てきますと。まあ、こういうよう、このような、Py と、ファースト、セカンドっていうのを今後使っていく。これも使っていきます。ここまで復習ですけども、いいですか？はい。それでは、じゃあ、これを使って、万能関数のプログラムを作っていきます。で、もう一度言うとですね、これ考え方と書いてますけども、これは、まあ、最終的にはプログラム作りたいんですけども、実は、プログラムとして書くのはちょっと長いから、考え方だけ述べてきます。で、考え方をそのまんまコードにすると、こういうプログラムができます。で、そういう仕組みになってます。はい。で、入力がですね、入力が X 値、X 値ですね。で、X 値の方がプログラムのコードで、X の方がリストのコードでないといけないってことになってました。で、そのプログラムの方は K 入力プログラムで、K には長さが K のリストであるということですね。で、そうすると、まずこの X 値というのが K 入力プログラムのコードでないといけないので、まあ、そうかどうかでことを判定します。で、前回最後、あるいは演習問題に、この is プログっていうのがホワイル計算可能ですよっていうのを言っていたので、それを使います。is プログ何だったかというと、これ下に書いてありますね。何かっていうと、その入力が GoTo プログラムのコードだったら1、そうじゃなかったら0を返すような、関数、全域関数ですね。全域関数っていうのは定義されないような、値がないような、部分関数です。はい。で、これを使います。is プログ使います。で、is プログやって、この、その値が1か0かってことを、見ます。で、1だったら、
確かに GoTo プログラムなのでよろしいと。で、ゼロだったら GoTo プログラムじゃないので、先ほどの条件、欲しいっていうのが満たされなくなります。だからその場合には、もう停止しないということをしてあげればよろしいです。ですか？まずそれをします。でそれをしたら、この、いず、この、X1 から、X1 はこれが、GoTo プログラムは、プログラムのコードなので、入力の変数の数と、この、GoTo プログラムの中で使われている変数の数字の最大値が K と M として分かります。でそれは、この X1 に対してこの First と Second を使ってあげれば分かるということになります。ですか？K っていうのは、この GoTo プログラムのコードの一番初めの要素ですから、リストとしてみると一番初めの要素ですから、この First を取ってきて、マイナス1してあげると。マイナス1してあげてるのは、これリストのコードだから、リストのコードはプラス1してましたから、その分だけ引いてあげるということになります。ですか。で、M は2番目の要素なので、ファースト、セカンドですね。ってやってあげると取り出せます。そうか、皆さん、リスプって知ってるんでしたっけ？今、口で言っても伝わらないかもしれない。リスプって知らない人います？大丈夫ですか？そうか、そうか。リスプしてるんだったら、ファーストとセカンドじゃなく、セカンドじゃなくて、カーとかクダーとかって言った方がよかったですか？これ知ってます？カーとかクダーとかって。知ってるんですね。うん。そう、MI と CS の人は実験でやってるって分かってるんですけども、皆さんが MI と CS の人かどうかそれは分かんないですし、実験取ってるか分かんないんで、あるいは実験真面目にやってるか分かんないんで、ちょっと聞いてみたんですけど、じゃあ知ってるんだったら、だからそういうイメージですね。だから、だからリストになってるんで、その2番目のものを取ってくるためには、クダーやってからカートですね。こういうのもしかしたら、CADR とか書いてなんか、こういう、私も読み方忘れたんですけども、こんな感じの文法もリスプにあったかもしれないですね。まあ、それが似たものです。で、マイナス1して、今さっき言った通り、符号化ではプラス1してるから、それを引くということですね。で、これで M が出てきます。ですか。で、これでその X1 っていうのが GoTo プログラムであって、その入力の変数の数と、そのプログラムの中で使う変数の数字の最大値も分かるということになります。ですか。で、X3 の方が、リストのコードであるということも調べる必要がありますので、それを次にやります。これですね。X2 は長さ K のリストのコードでなくてはならないので、まず、isList、これ前回やりましたね。これは、先ほどの isProg に似てるんですけども、その入力引数がリストのコードだったら1、そうでなかったら0というのを返すような関数です。で、それを使って、出力が1だったら、あ、コード、リストのコードなので、よろしいと。そうじゃなくて0だったら、リストのコードじゃないから、この env という部分関数を計算するプログラムは停止しないということにしてあげればよろしいです。で、コードだったら、リストのコードだったら、次にあるのは、この x2 の長さが k と等しいかどうか、これを確認します。ですね。この、前のページの、この x1 が表している GoTo プログラムの入力の変数の数が k なので、この X2 の長さ、つまり X2 っていうのはこの GoTo プログラムへの入力の変数の数ですね。それが等しくないといけませんから、それがちゃんと合っているかどうか確認します。ですね。len っていうのは長さを返す部分関数でした。一番下に書いてますね。はい。ここまでいいでしょうか。ここまでは、その、なんていうんですかね、入力が仕様に沿っているかどうかっていうことを確認しているだけですね。はい。で、次からは、まあ、で、次にやるのは、いよいよこの X1 と X2 を解釈して実行していくってことをやるんですけども、その前にその、実行するための準備を行います。プログラムを実行するための準備。E というのを、セカンド、セカンド、X1 としましょう。X1 なんだったかというと、X1 は、さっきも言っていたように、K と M が初めにあって、残りのもの、S1、数字を間違えますね。S2 っていう、GoTo プログラムの文が、並んだものがあって、こんな感じですね。だから、このセカンドセカンドっていうのをやると、何が出てくるかっていうと、
結局、だからこの E っていうのは、enq S1。だからこの S1 から Sn までを並べたリストのコードになります。いいですか？これが E ですね。だからもう K と M っていうのは今もう情報として取り出してしまったので、それはもういらないから使いません。使わないというか、X1 に置いておく必要ないので、もう、もう取り出しちゃって、残りの部分を E とします。本来、ホワイルプログラムを書くときには、変数の名前は X なんとかっていう形じゃないといけないんですけども、それで書いていくと、ややこしいので、ここではそれに別の名前をつけて、E とか K とか M とかっていうふうにしてます。本来は許されません。本来許せないことを、その考え方という名のもとに勝手に許してやってるということにはちょっと注意をしてください。はい。で、C イコール1します。これ、プログラムカウンターの役目をします。つまり、その次に実行すべき行が何行目なのかってことを表すカウンターです。これですね。プログラムカウンター C が実行すべきラベル LC を指定します。で、C が0になったら停止するということにします。はい。で、まあ、C1 とするので、その、GoTo プログラムの L1 っていうラベルがついている行から実行することになります。ここまでよろしいでしょうか。で、ここから実行していきたいんですけども、もう一つ準備することがあって、それは何かというと変数です。で、プログラムの中で変数を使うんですけども、その変数を全部まとめて一つのリストにしておきます。で、今、プログラムの中に現れる一番大きい、プログラムの中に現れる変数の素値の最大値を M としたので、使う変数の数は M プラス1なんですね。変数 X0 から始まってるんで、だから X0 から XM までっていう変数があります。M プラス1個の 変数が出てきますので、それを一つのリスト Y というものに入れちゃいます。だから Y っていうのは気分としては、これコードなんですけど、この上に書くかな。Y は、コードなんですけど、何のコードかっていうと、X0、X1、X2、点点点、XM っていう、この X0 から XM っていうのは、これは、この、GoTo プログラム、その今入力した GoTo プログラムで使われる変数、と思ってください。今この X1 とか X2 とか書いてしまうと、本来のこの部分、万能関数の入力 X1、X2 と紛らわしいので、本来はこういう書き方してはいけないんだけども、ちょっと、だからで紛らわしいので、今後この Y という書き方をしていきます。でそうすると、まあ、Y という見方をすると、この初めのリストの先頭、これ Y1 で、次が Y2 という、こんな感じになってますね。最後は YM プラス1と。つまり Y の初めの要素っていうのは Y1 です。第一要素 Y1 です。で、こう上に書くと見えないかな？大丈夫かな？で、Y の第二要素 Y2 です。で、Y2 っていうのは GoTo プログラムで使われる変数 X1 を表していると。そういう感じになります。いいですか？ややこしいですね。ややこしいですね。で、まずこの Y というこのリストを作るんですけども、初めこの変数の際全部これ0に初期化しておきます。まあ、これはそのファイルプログラムの、約束だったので、そういうふうに。だからその enq00000 でこれを作ります。この長さは、m プラス1ですね。で、これをどうやって作るかっていうのは、これは次のページで言います。まずこれを作ります。で、そうしたら次に何をするかっていうと、この GoTo プログラムに対する入力、この x1 から xk まで、xk まで、これは、GoTo プログラムに対する入力の変数なので、その入力によって、もう値が決まっているわけです。それはその X2 っていうね、その、万能関数の入力にを見ると、その、X1 から XK の値を何にすべきかってことがわかります。から、それをやります。それを2番目ですね。Y が表す2番、リストの2番目から K プラス1番目の要素を、X2 が表すリストの1番目から K 番目に書き換えるということをします。で、ここで前回、何のために使うのかと言われた
質問されたリプレイスっていうのを使います。ですか。y というリストの j プラス1番目を x2 の j 番目の要素に書き換えると。で書き換えるということをします。エレムが何だったか忘れた場合には、この下に定義があって、そのリストのコードから、この i 番目の要素を取ってくるっていう関数でした。部分関数でした。で、次のページに行くと、リプレイスの説明も書いてあります。リプレイスっていうのは、まあ、ここで言うと、y というリストのコードが表すリストの j プラス1番目の要素を lmx2j で書き換えると。書き換えてできたリストを返す。リストのコードを返す。っていう部分関数です。それが次のページに書いてあります。ここですね。はい。で、これを使うことで、その変数の設定、初期設定も終わるということになります。初期化が終わるということになります。で、残していたのはこの全部ゼロのリストをどうやって作るかっていうんですけども、まあこれは割と簡単にできます。ファイルプログラムで簡単にできます。で、実際やったのはこうですね。まあ長さ m プラス1のものを作りたいので、m に m1 を足して、y を0とします。0とするというのは何かっていうと、この y は今、空リストの、コードになります。ですね。で、それに対して、一個ずつ要素を付け加えるってことをします。で、そこで先ほどの pi 関数を使って、pi1y とします。まあ、1っていうのは、これ0プラス1ですね。本来は0っていう値を付け加えたいんだけども、リストを作ってますから、必ずプラス1しなくちゃいけないということになって、1になってます。で、今まで作ったリストを後ろに付けると。ということで、どんどんそのリストの長さを一ずつ大きくしていくんだけども、その回数は m 回。今は、この m っていうのは m プラス1に書き換わってますから、結局長さ m プラス1のリストができます。ということになります。いいでしょうか。ここまでが準備ですね。けども、だからまあ、まだ何も実質的なことをやってないのですけども、だからここで質問があればとかって言われてもちょっと困りますよね。なんか、ここまでで確認しておきたいこととかありますか？いいですか？では、これを使って、さっき今、プログラムカウンター C っていうのがあったので、それに沿って、順番に実行していきます。で、そのプログラムカウンター C っていうのを見て、その C の値によって、この文 SC っていうのを実行するときがこう来るわけです。はい。で、そのときには何をするのかってことをまず言います。E っていう、その先ほど作った変数がありました。もう一度書いておくと E っていうのは、enq, s1, enq, sn。こんな感じでしたね。その、プログラムの文のコードを並べたリストだったと。リストのコードですね。で、まず、この E の中に、この SC のコードっていうのがありますから、どっかにね、この SC 番目、C 番目がありますから、それを取り出します。それは、ただ単にこの E というリストから C 番目の要素を取り出せばよいと。で、取り出したものを S とします。このコードを S と呼びます。だから今、気分としては、この S というのは、enq sc になってます。で、何をするかっていうと、この sc という文のコードから、この sc っていうのが、どの種類の文なのかってことをまた読み取ります。どの種類の文かっていうのは何かっていうと、そこの足し算なのか引き算なのか、ジャンプなのか、条件付きジャンプなのか、ホールドなのかってことを言います。で、そのためには、この、今、このコード化したコードですね。のうちのどれかってことが分かればいいので、このコードの初めの要素の数字は何だかってことを確認します。つまり、この S のファーストを見て1引くということをします。で、まあ、それを今 V と書いてるんですけども、この V が1なのか2なのか3なのか4なのか5なのかってことを見ます。で、その種類によって倍分けして実行の様式を変えるということをします。ですか？
で、今からやるのは、じゃあその V が1だったらどうするか、2だったらどうするかってことを順番に説明するということです。はい。じゃあ V が1だったらどうするか。V が1だったら、これ足し算しますから、まず、S ですね。S 何だったかというと、これは、Enq SC ですね。今実行しようとしている文のコードです。で、何するかっていうと、まずは、これですね。だから今これが、Enq1i っていうのが、この S なんですね。これが今 S。これが S の場合考えていて、で、この i をまず取り出します。これは、セカンドのファーストです。セカンドのファーストを取り出します。で、これが i になります。で、やんなくちゃいけないのは、xy を一つ増やすってことなので、で、さっきあった y っていうその変数を管理しているリストっていうのは、x0、x1 順番にこう並んでるっていうふうに言ったので、xi を1増やそうと思ったら、これに対応する y における1ってのはどこかっていうと、これ y1 から始まってますから、yi プラス1が xi に対応する場所の、変数になってるわけです。ので、やりたいのは yi プラス1を1だけ増やすってことをやります。つまり、今の y の i プラス1番目の要素を x として持ってきて、その x に1だけ増やしたものを i プラス1の場所に置き換えると。見えるかな？i プラス1番目の場所を x プラス1で置き換えるということをします。で、そうすると1足せるということになります。いいですか？で、v が2の場合はこれ1引くんですけども同じようにやります。あ、で、そうか。17は、これですね。プログラムカウンターの値は1増やします。1増やして次の文に実行を移します。ここまでいいでしょうか。はい。次。V が3の場合、3の場合っていうのはこれですね。GoTo 文の場合ですね。GoTo 文の場合です。で、GoTo 文の場合は、J を取り出してくる必要があって、その J はまた、ファースト、セカンドで取り出せます。それ J とします。で、実行したい文は GoToLJ なので、このプログラムカウンターの値を J にしてあげればよろしいです。だから C イコール J とします。で、これで、この実行終わりになります。ですか。で、V が4の時っていうのは、この条件付き GoTo 文を実行しようとしている時です。で、その時には、またこの i と j を取ってきます。それはまたファーストとセカンドを組み合わせてやれば取れます。で、取ってきます。で、xi が0だったら lj に進みなさいというふうに言ってるんで、xi が0かどうかってことを確認する必要があります。それは変数のリストの i プラス1番目ですね。yi プラス1を確認してあげて、それが0だったら、プログラムカウンターの値を j とするっていうふうに書けばいいです。で、これは、if 文を使えば、if 文という同位構文を使えば書けて、y の i プラス1番目の要素が0だったら c を j にしなさいと。いう形で書けます。v が5だったら、つまり、ホールト文を実行しようとしていたら、ホールトで終わりになるはずですから、プログラムカウンターの値を0にしてあげれば、それでおしまいです。C を0とするという形です。これで、どのように実行すればいいかということが書けました。これで実装のアイデアはおしまいです。よろしいでしょうか。だからこれが証明です。だから今、説明したことを、プログラムに書いてあげると、この万能関数を計算するファイルプログラムができます。いいでしょうか。まあ、実際、そういうふうに書いてみたつもりになってる Ruby プログラムのようなものを一応その講義のページにも上げてますけども、それは私自身実際実行を確認してないので、もしかしたら間違ってるかもしれませんが、まあ、そんな感じで書けばよいという、まあ、つもりで書いてますので、各自細かいところは確認してください。よろしいでしょうか。もう一回重要なことを言うと、まあ、事実として重要なことは、このホワイルプログラムのインタープリターをホワイルプログラムにかけるっていうことです。
で、計算モデルの話のところでもやったんですけども、あ、チャーチチューニングの定律かなのところでも言ったんですけども、その世の中にたくさんある計算モデルっていうのは、互いに互いを模倣できるんですよ。だから、ホワイルプログラムを模倣できる、計算モデルっていうのは、その計算モデル自身のインタープリターを作れます。ということがわかります。で、その万能関数を計算する能力を持つような計算モデルのことを万能な計算モデルというふうに言ったりします。だから、その万能な計算モデルっていうのは、その何でもできるっていう意味じゃなくって、この万能関数っていうのを作れるような計算モデルのことを指すということは、ちょっと言っとかないといけないんだけども、これはスライドとして書く気でしたね。だから、これ、じゃあ書きましょうかね。万能関数を計算できる、計算モデル。を万能な計算モデルと呼ぶと。ということですね。だからもう一度言うと、その万能な計算モデルっていうのは、その何でもできる計算モデルというわけじゃなくて、万能関数を計算できる計算モデルのことです。はい。で、今までの議論から、つまり、ホワイルプログラムを模倣できる、もう、また漢字が書けないな。模倣の模が、ちょっと間違ったので、ちゃんと書き戻しますね。ほうはこうかな。模倣できる計算モデルは万能ですと。こういう言い方してるので、もちろんこの万能でない計算モデルっていうのもあるわけですね。だから、今までの例で言うと、そのループプログラムっていうのは、実際万能じゃないんですけども、だから万能じゃないことは今示してないですね。今までの議論からは万能かどうかわかんないですね。すいません。でも実際万能じゃないということはわかってますし、そうですね。万能じゃないですよね。だって、万能関数っていうのは部分関数で、止まんない、定義されないこともあるわけだから、ループプログラムっていうのは、全域関数しか計算できませんから、ループプログラムは万能じゃないです。すいません。万能じゃないですね。はい。万能じゃないってことは今までの議論からも分かってます。すいません。で、まあ、例えばその、チャーチ・チューリングの定律のところで、名前だけ紹介したチューリング機械とか、ラムダ計算とか、タグシステムとか、まあそういうものが全部、万能な計算モデルということになります。まあ、実はですね、この計算可能性理論の、まあ、この講義というか、まあ、初歩のところは、その、まあ、万能な計算モデルを使うんだったら、どの計算モデルでやっても大体同じようなストーリーになるんですよね。この授業はホワイルプログラムでやってますけども、だから、ま、そのチューリング機械で、この、7回ぐらいやってもよかったし、ラムダ計算で7回ぐらいやってもよかったしとかいうことに、まあ、なるんですけども、まあ、ホワイルプログラムは一番皆さんにとって分かりやすいかなと思ったので、私はホワイルプログラムを採用して、この講義やってるという形になっています。はい。じゃあ、まとめの方いきますね。今日やったのは、初めの方でやったのは、これですね。対角天文法でホワイル計算不可能な部分関数が存在することを証明しました。で、最後にやったのは、後半でやったのは万能プログラム、インタープリタの設計です。で、次回はですね、またこの、ホワイル計算不可能な話をするんですけども、今日はそのダイアグっていう、そのわけのわかんない部分関数を持ってきて、それが計算不可能だってことを証明したわけですけども、次回やるのは、もっと意義深い部分関数とか、意義深い関数が実際計算不可能だってことを言います。で、これによってですね、我々のいろんなものに対する見方は割と変わってくるんですけども、まあそれをやるのが次回です。で、今回の最後の万能プログラムの話もちょっと使うはずです。はい。で、特にこの停止性っていう話があるんですけども、停止性問題っていうものがあるんですけども、それが何であるかっていうことを紹介して、それとこの計算不可能性との関係を次回は議論します。はい。
まあ、時間はちょうどぐらいになりましたね。はい、今質問が来ましたので出しますね。万能関数を使って計算できる計算モデルが万能プログラムということですか。万能プログラムという言葉をちゃんと言わなかったからいけなかったんですけども、万能関数を計算するホワイルプログラムのことを万能プログラムと呼ぼうと思ってましたが、ちゃんと言葉を定義したかったのはいけなかったですね。だから今ここで定義すると万能プログラムというのは万能関数を計算するホワイルプログラムのことです。まあ、ホワイルプログラムじゃなくても、GoTo プログラムでもいいですし、まあ、あるいはその、チューリング機械とかそういうものでもいいんですけども、ただその、チューリング機械の場合は、作るのは機械なので、その機械のことをプログラムと呼んでよいかっていうのはちょっと難しいので、まあ、そういう場合はその万能機械と、あるいは万能チューリング機械と言ったりすることもあるので、まあ、万能プログラムという言葉は、一応ホワイルプログラムとか GoTo プログラムにしかここでは使わないことにしたいと思います。すみません、定義しなかったです。ありがとうございます。じゃあ残りの時間はコメントを出していってください。ちょっと今準備。